4人の警察官構想とは、1943年に、アメリカ合衆国のフランクリン・ルーズベルト大統領が、カイロー会談、テヘラン会談を通して主張した構想である。連合国共同宣言署名の4大国の、アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦、中華民国が、世界平和の維持に当たるという戦後の国際連合と、国際連合憲章の基礎になった。 ヤルタ会談で、テヘラン会談。左からスターリン、ルーズベルト、チャーチル。カイロ会談で左から紹介席ルーズベルト、チャーチル。第2次世界大戦後の国際秩序として、第1次世界大戦中の1918年1月8日に、当時のウッドロー・ウィルソン米国大統領の、14、過剰の平和原則第14条。 国際平和機構の設立の中での提唱により、設立された国際連盟に代わる新たな国際機構4大国を中心に設立することを確認したのは1943年10月30日のモスクワ宣言である。フランクリン・ルーズベルト米国大統領は1941年の大西洋検証以来、 戦後の国際機構の設立を含む戦後計画に取り組み始めており、1942年春にソ連のビャチェスラフ・モロトフ外相にアメリカ、イギリス、そして多分中国と並んで、ソ連は軍備を持った国となり、他の国々は非軍事化されるだろう。ヨーロッパ諸国の植民地帝国は切り離され、 三大国、または四大国に統治が委任されることとなろうと伝え、ソ連が戦後世界における警察官の一人となることを認める趣旨の発言をしていた。1943年11月のテヘラン会議で、ルーズベルト大統領が熱心に中華民国を連合国の主要メンバーに引きずり上げることを主張した。 アメリカだけが投資する中国についてイギリスは欧州におけるアメリカのコミットに鑑みて11月27日に至って戦時内閣は中国を大国として処遇することに同意する方針を決めた。ソ連は1943年10月のモスクワ外相会議の段階でもモスクワ宣言に中国を参加させることに反対であった。 中国社会科学院の主中、元米国研究所長によれば、中国はいかなる基準でも三大国と対等なパートナーではなかった。実際には三大国によって新たな地位を決められたのだった。当初は、イギリスのウィンストン・チャーチル首相も、ソ連のヨシフ・スターリン共産党初期長も、中国を二流のパワーとみなし、大国の地位を与えることには強く反対した。 ルーズベルトは中国の格上げは対日戦争での中国の士気を高めるだけでなく戦後のアジアで中国を新米の強力な存在としソ連の派遣や日本の再興を抑えるのに役立つと計算しておりアジアの国を大国扱いすることは戦後の世界での欧米支配の印象を薄めるという考慮もあったしかしチャーチルはアメリカのこの動きを 中国の真の重要性をとてつもなく拡大するような格上げと批判した。スターリンも中国の戦争貢献の少なさを指摘しさらに激しく反対した。だがルーズベルトはソ連への軍事援助の削減までをほのめかして反対を抑えていった。1943年10月の米英蘇三国外相のモスクワ外相会議で晩餐会の席上。 スターリンは初めて対日参戦の意思を表明する。これを受けて、1943年11月22日から26日の、米英中三国首脳の回路会議で、ルーズベルトは、蒋介石国民政府主席に、大連を自由港として譲ることを要請し、ソ連が中国と協調することを条件に、蒋介石はこれに同意した。 1943年11月28日から12月1日、米英ソ三国首脳のテヘラン会議で、ルーズベルトはスターリンにソ連の不登校として大連を国際的自由効化する案を提示した。これはソ連の対日参戦の代償であるが、中国を犠牲とする取引であった。アメリカはヨーロッパやアジア戦線で連合国が勝利するために、 小介析率いる国民党軍の戦線からの脱落を防止し、日中戦争において100万人の日本軍、シナ派県軍を中国大陸に釘付けにさせる方針を行っていたが、中国は1941年12月の太平洋戦争勃発により戦略的重要性が低下し、日本軍を釘付けにさせる受動的役割しか期待できず、 対日戦に貢献できなかった。チャーチルとルーズベルトにとって、中継の動向は相変わらずの心配の種であった。ソ連がソマーン国境を南下する時期がもし仮に事前に中継に漏れたならば、それだけで中継政権内部では中継派と沿岸共産党の間のバランスが一挙に崩れ、中継国民政府の勝利があるいは、 南京との接近と関係修復に結びつく可能性があった。そうなれば、日本のシナ派遣軍や方総軍も重慶南京合同政権のもとに結集し、東南アジア全体の情勢に重大な影響を与える可能性があった。<laughs> 1943年11月の回廊会談の時点で、米英はあくまで 中国国民党を主役に据えての中国大陸での決戦そしてそれに続けて朝鮮を経由しての日本侵攻を想定していた。その報酬として台湾、満州、朝鮮が引き渡されることが約束された。ところがこの対日戦構想はヨーロッパ戦線におけるソ連軍と同じ役割を果たすほどに中国国民党軍が盛況であるということを 前提としたものであった。太平洋戦争前期頃の国民党軍は、日本軍に対しゲリラ戦で物資を遮断し、人海戦術で、指揮や、ある程度の損害を与える武力と兵員は、存在していたが、中国大陸から完全に駆逐できるほどの戦力は、なく、米英にとっての蒋介石は、対日戦略を共有することが難しい相手である、問題を抱えていた。 ルーズベルトは中国を日本との休戦協定、単独講和によって連合国戦線から脱落させることのないよう、5億ドルの借款給与、不平等条約撤廃、中国人移民禁止解禁、モスクワ宣言やカイロ会談に象徴されるように大国化政策を取り、台湾返還を取引条件として鼓舞した。そして、このカイロ宣言において、米英中は、 日本軍の無条件降伏までの対日戦争の継続を宣言した。このような政策は一見すると中国を優遇したもののようにも思える。しかし回路宣言後の12月6日、ルーズベルトは中国に派遣されていたスティルウェルと国務省派遣の外交官から思いっきり冷水を浴びせられた。ポツダム会議。アトリー、トルーマン、スターリン。 なおポツダム宣言に署名したのは、米英中。アメリカ、イギリス、ソ連、中国は、第二次世界大戦終結まで戦いを完遂した。ポツダム会談は、米英ソのハリー・トルーマン大統領、クレメント・アトリー首相、ヨシフ・スターリン共産党書記長が、ポツダムで会談したが、署名したのは、アメリカ、イギリス、中国の政府代表であった。フランスが、 ルーズベルト米大統領の構想から除外されていたのはビシー政権の存在があった。後にチャーチル英首相が一貫してシャルル・ド・ゴール将軍下のフランスを擁護した。アメリカがフランスを大国として処遇する意思はなく戦後における大国としての地位を認めないとする点で一致した政策路線を持っていた。この背景には1941年12月の サンピエール島、ミクロン島選挙事件におけるドゴールに対する強い不信感があった。1943年3月27日のルーズベルト米大統領と英外相アンソニー・イーデンとのワシントン会談において大統領側は戦後の国際機構は最終的に米英祖中が実質的決定を行うのであり、 この4カ国は長きにわたって、世界の治安維持に責任を負わねばならなくなる国であると述べている。1943年のテヘラン会談の際に、スターリンはフランスへの全面的な不信感を口にし、フランスから帝国を取り上げるべきだと発言し、この考えはかねてからルーズベルトが考えていたことであった。チャーチルは、ヨーロッパには強いフランスが必要であり、 また、そもそもすべての植民地を国際的な信託統治へ移行させようとするルーズベルトの企みに道を作ってしまうものと警戒していた。1944年8月21日から10月9日のダンバート・ン・オークス会議で4大国と並んでフランスをアンポリ上任理事国とすることが合意された。ありがとうございます。